最近ちょくちょく来る質問に答えよう。別に水族館に行くからといってその魚を食べたいわけではない。こんにちは、トミックです。さばきたいってみんな思ってるでしょ。俺がまあ50-50なんだよな。ということで今回何をするかは久しぶりのサムネイルとタイトル、ド派手なお魚いっちゃいます。赤い崎という魚でございます。このオレンジと黄色の黄砂すごいでしょうね。でもまあまあサイズ的にはねそんなに大きくない魚なんで、まあまあ余裕のよっちゃんでしょう。まずは、まあ、鱗落としもいいんだけども、最近ハマってること鱗を落とさずにあえてさばくっていうね。結局今までやって得られたことって言ったら後悔しかないんだけども、まあまあまあちょっとね鱗がねちょっと家中に飛んじゃうのでっていうのがまあ主な理由。こういうオーソドックスタイプの魚って多分ねさばき方としてはマダイとかそっち系と同じだと思うんだよね。なんか多分ねいける。頭と内臓と頭と内臓取ったら猫が逃げてった。頭と鱗が、間違えて鱗は取ってねえわ。頭と内臓が取ったらね、いよいよ三枚おろし。思ったことはあってさ、どんなに派手な魚でもさ中身って別に普通の白身魚なんだね。中骨に反りたくてん、安全に捌く結局ね安全が一番なのよ。はい、こんな感じで捌けたので皮を引きたいんだけども、まあこのタイプのお魚はねマダイとかオーソドックスタイプと同じだね。皮を引いたんだけども、見てこの身を、パッと見タイとかサメだよ。できましたー。ちょっとお刺身でねいただく。ぱっと見これだけ見たらブリとかさマダイとかと変わんないよね。いただきます。やっぱ結局ねお刺身が一番いいんだよね。脂が乗っててすごいジューシーなタイプの白身魚、これは美味しいな。なんかねだからね怖いよね、これ本当に赤いサキ、これブリみたいなさ。もう正直に言う、こう目隠しされて、はい、ブリ、赤い先、なんちゃらって、こういうタイプ出されたら、俺はわかる自信がない。でもこれは、これですごい美味しい。安かったしね。最後まで見てくれてありがとうございます。ちょっとマジで食べてみてえわ、と思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあみんな、バイバイキーン。